どうもこんにちは、こんばんは。コタローコインのコタローです。本日の動画はですね、またまた購入品紹介の動画になります。最初に何を購入したかだけ言うと、今こちらに出てるんですが、フロクラブというブランドの T シャツを購入しました。で、僕の動画を見てくださってる方だったらわかると思うんですが、フロクラブというブランドですね、かなりその動画に出てるので、まあその紹介だったりはそちらの動画にあるので、見てない方はぜひそちらをご覧ください。でですね、フロクラブもう何回も購入しちゃってますね。正直もうリピーターです。はい、まあ、それほどに本当魅力のあるブランドなので、ぜひ皆さんにも着ていただきたいんですが、今回はプロクラブといったらやっぱ無地じゃないですか。今回は無地ではなくて1個ポイントの入っている T シャツを購入しました。で、今見えてないと思うんですけど、実はこれホワイトとヘザーグレーですね、2色購入しました。どんだけお気に入りなんだよって話ですよね。でですね、こんな感じになってます。ボックスロゴですね。で、これ刺繍っていうよりは何か貼り付けてあるような感じのものになってますね。で、前紹介したその無地の、T シャツに関してはサイズ L で着てたんですけど、今回は XL で、購入しました。で、理由としては前に無地のものを L で購入したのは重ね着をしやすいように、少し、まあ、自分のジャストサイズのような感じで、購入しました。で、今回は XL っていうことなんで、本当にこれ単品1枚で着れるような、まあ、デザインが入っている T シャツを購入しましたね。まあ、今の季節これ1枚で出かけるってことはないんですが、踊ってる時とか本当これ1枚でね踊れるので最高です。やっぱ踊っていて生地の薄いものとかで踊るとどうしても透けてしまったりとかするんですけど、もうこのヘビーウェイトの T シャツに関してはそういう心配が全くないです。なので、まあ白とかね、ヘザーグレーっていう、まあそういう透けやすい色のものなんですけど、全然そこら辺の心配はないですね。で、気になっている方もいると思うんですけど、値段ですね。前の無地の半袖の T シャツに関しては、まあ楽天で買うと、まあ大体1000円いかないぐらいで、購入できるんですけど、こちらのポイントが入っているものに関しては少し値段が変わります。こちら僕が購入したのだと4500円で購入しました。結構高いって感じる方も多いと思うんですけど、まあ実質そのね、あっちの無地の T シャツが1000円前後っていうのはちょっと安すぎるってだけで、正直このヘビーウェイトの T シャツで4500円で、まあ本当にデザインとかもシンプルですごくかっこよくないですか。で、これで4500円って考えたら、まあ、個人的には全然安くはないか、まあ、買いやすい値段かなと思って購入しましたね。まあ、あと無地ブランドで言うと、まあ、4500円とかだったらキャンバーとか、まあ、結構ね、その高級というか高めの無地ブランドがあるんですけど、まあ、そういったブランドのものも買えるので、まあ、そこら辺は本当に購入者次第の考えにはなってくるんですけど、まあ、僕は4500円でこちらを買うことを選びましたね。サイズ感に関しては、やっぱりこう、なんだろうな、自分のジャストサイズで着たいとかなったら、BP とかがすごいおすすめなんですけど、オーバーサイズとかちょっと大きめに着たいってなったら、プロクラブ本当にかっこいいんですよね。まあそもそもに US のものなので、まあ日本人が、まあ普段着てる自分のジャストサイズで着てもオーバーに着れたりとか、まあ無地ブランドによってもね、そういう形とか変わってくるので、まあ大きめに着たいっていう方はプロクラブ本当におすすめなので、一度チェックを。まあ早速ね、XL を着るとどんな感じになるのか、見てみたいと思うので着ていきましょう。レッツゴー。はい、早速着てみました。今自分はですね、170センチと体重56キロなんですけど、前の動画でもね、この T シャツについてのサイズ感だったりは深く説明しているので、まあ、今回はさらって紹介にはなるんですけど、かなり身幅がまず大きく作られているっていうのと、丈感ですね、もう程よく長めに作られてますね。まあ無地 T だけだとちょっと悲しいなっていう方にはね、こういう風にフロントロゴが1個ボーンって入ってるだけでもだいぶデザイン性が上がるのでいいかなと思います。まあ、前にも話したと思うんですけど、自分の結構 T シャツ着る時のこだわりのポイントとしては、まあ、袖丈ですね。まあ、半袖の T シャツに関してはこの肘はちょっと隠れるぐらい、もしくは肘と同じぐらいの長さのものが個人的にはジャストサイズというか、個人的には一番しっくりくる形なんですよね。まさしくこの T シャツがそれなんですよ。せっかくなのでヘザーグレーの方も着ていきましょう。はい、こちらも先ほどと同じく XL サイズのヘザーグレーというカラーになりますね。この色も色でめちゃくちゃ渋いと思います。で、前にもね、これと同じカラーのロンティーを購入したんですけど、あちらもね、もう絶賛バチバチに使っています。で、ちなみになんですけど、無地のものに関してはかなりカラーの展開があったと思うんですけど、こちらのボックスロゴが入っているものに関しては3色の展開でしたね。ホワイト、ヘザーグレー、ブラック、この3色でした。で、もうなんならブラックも買っちゃえばよかったなって今すごい後悔してるんですけど。
はい、ということで本日はプロクラブのボックスロゴの入った T シャツの紹介になりました。まあ、ぜひね、今回の動画はね、プロクラブっていうブランドについて全然触れてはいなかったので、ぜひぜひ前の動画を見ていただけると嬉しいです。ということで本日の動画はここら辺にて終わりにしたいと思います。本日の動画が良かったと思ったら、グッドボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。